オン300ってなんだろう。足持ってかれますね。録画してながら。どうも千葉急です。次回動画です。ゆっくりナレーションです。ゲロゲロです。てか録画してなかったわ。今回は風穴駐車場で集合した後、国道を溶穴入り口の先まで歩いて、この遊歩道に入り、この辺のエリアまでやってきたのですが、この時に録画ボタンを押すまで録画していなかったことに全く気づいてなかった手いたらくです。というわけで今回はこのエリアを探索する様子の動画になります。はい。てか樹海室へ土の上を歩くなんてめったにねえな。考えてみた。どこかの動画で青木ヶ原樹海とは平安時代頃の富士山巨大噴火で流れ出た溶岩でできたと、そんな説明をしたことがあるのですが、今歩いているあたりは浄土紅葉大展望台に連なる山のふもとに位置していて、斜面で溶岩がせき止められたあたりになります。遊歩道点線というわけで樹海の方を探索することにしました。よいしょよいしょ。こっちエリアに来たのはちょっとした事情もあったのですが、その事情についてはまた機会があれば説明するとして、参加者から普段行かないところに行ってみたいというリクエストがあったのでこちらに来ました。ああ、ヒキガエルだ。リクエストはヒキガエルがいた。ヒキガエルいる。何かと思ったらガマ様でした。基本的に動物好きなのでちょっと寄ってみます。かわいいな、こうやって。かわいいですね、ほんと。ちなみに、ヒキガエルには毒があるので、見つけた時は気をつけましょう。基本、こちらから危害を加えなければ、あちらから攻撃をしてくることはないんですけどね。カエルとか、結構苦手な方もいるようですけど、顔つきに愛情があって、自分は割と好きです。先ほどのあたりで、誰かがクワガタを見つけたそうで、はしゃいでる人もいたっけ。樹海の注意書きでも、動物をいじめるなとあったので、動物たちとは仲良くしましょう。というわけで、遊歩道を、竜宮洞穴と呼ばれる、観光名所に向かって前進します。鳴沢洞穴からここまで来るのに、遊歩道の結構きつい下りを、延々下ってきたので、この道を戻りたくない、という意見が、メンバー全員で一致したというのもあります。先ほどの、ヒキガエルと出会った場所から少し歩いてくると、前方に、やたらと開けた場所が現れました。なぜか、樹海の端っこに設置された、要塞のようなもの。どうやら、ダムのようなもののようです。近づけるようなので行ってみます。よいしょ。砂防ダムか。ダムの内側は、こんな風になっていました。よいしょ。樹海では珍しい、大規模な人工物を堪能したので、砂防ダムらしい施設を後にします。普段樹海を探索していて、こういった大規模な構造物に出くわすことがまずないので、微妙に嬉しくなってしまいました。嬉しくなったといえば、ヒキガエルもそうでした。普段来ないエリアに来ると、こういうことがあったりなかったりします。どうやら、ここを右に曲がると、紅葉台と呼ばれる、富士山を一望できる展望台に行けるようです。これ道なのか。樹海の端っこを歩いていたせいか、急に景色が開けたり、樹海の中でお地蔵様と出くわしたり、遊歩道の中に、車が入ってきてびっくりしたり、竜宮洞穴への道が、神社のようで感心したりしながら、竜宮洞穴にやってきたのでありました。とりあえず入ってみることにします。穴があったら入りたい。ああ、もう涼しいな。洞窟の中はひんやりでした。後で知ったのですが、この洞穴には、竜神様が祀られているそうです。はい。クワガタ。というわけで、樹海の普段行かないエリア探索でした。樹海で出会ったクワガタくんを、ご紹介して今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。